この物語はコットンの視点でお話が進みます。女王様大変です。異国からも全てのウィローが消えたそうです。やはり最近の異変と何か関係が？あらあら、それは困りましたね。妖精王国最大の危機ですわ。伝説の時が来たのじゃ。世界からウィローが消え去りし時、そのもの青き衣をまといて妖精の国に降り立つべし、失われし絆ウィローを見つけ出し、最後には恵みのウィローの雨を降り注がせるであろう。真実とは思えません。誰？伝説をバカにしてはならん。青き衣、身に覚えがあるじゃろ。青き衣？まさか。そうじゃ、お前には青き衣をまとい師友がおるであろう。トモ？あの悪魔のこと？そうですか。ではシルク、ウィローが消えてしまっている謎の解決頼みましたよ。さあ急ぐのじゃ、青き衣をまとい師者を見つけ出せ。いやー
ある日のこと、突然世界からはウィーローが姿を消していきました。時を同じくして地殻変動、見たことのない魔物たちの訪れ、世界は混沌を極め、明日をも知れぬ身のまま不安な生活を送らされていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィーローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。コットン、やっと見つけた。お願い、私に力を貸して。いや、せめて話くらい聞いてくれてもいいでしょ。私たちの仲じゃないの。今まで何度も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 ひどい目に遭わされてるのよ。もう手伝ってやんない。さいなら。ああ、解決してくれたら最高級の高級ウィローパーラ、ウィパラの一生食べ放題券。
行くわよ。時間が、時間がタイムエクステンション。タイムエクステンション。お宝ゲット。お宝ゲット。やったわね。お宝ゲット。嘘でしょ。まだ時間はある。タイムエクステンション、どんどん次行くわよ。お宝ゲット。グラビトン。嘘でしょ。ブルーお宝ゲット。タイムエクステンション。腕が鳴るわね。ボトン。嘘でしょ。グラビトン。急いで片付けるわよ。危ない。ボタン。お前か、お前が取ったのか。帰
先生、私のウィロやっぱり何らかの理由でウィローは消えていってるのね。こんなところで時間を使ってられないわ。危ない。タイムエクステンション。
どかなところね。こんなにのんびりしてていいの？時間を気にしないなんていつぶりかしら。エージマデストロイ。え、嘘、これってまさか。何やってるの？次行くわよ、次。